岡ねえ大川隆法さん幸福の科学総裁ね新興宗教ってやつですねはい66歳自宅で倒れてそのまま亡くなったとのことでございますけどまずちゃんと発表するんだと思ってまずびっくりしたねそうああいう新興宗教ってやっぱりトップが亡くなっても隠してるところもあるじゃないですかないし隠しているだろうところもあるじゃないですか だからあのオウムに関しては朝原祥子をなかなか裁けなかったのは朝原祥子を死刑にしてしまうと信者たちが暴れるっていうね、うん頭取っちゃうと信者たちが暴れちゃうっていうやっぱそういうところをいろいろ考えるとすぐには裁けなかったっていうところがあって平成の終わりとともに裁かれましたけれども時代が変わる時にねうんなのであのやっぱり幸福の科学に関しては多分その辺そこまで違いはないと思うんですけどやっぱりトップがなくなるとやっぱり信者の人たちっていうのは動揺するじゃないですか。 ね、大川隆法にに信してますからねね幸福の科学に、ね、エルカンターレッツってそうだけどそこは結構素直におととい亡くなったのを素直にねあの報道したんだなというところにまず一つびっくりだったなというところですしねあの早速あの息子のヒロシさんそう。 さん大川博さんという方がいるんですけどバッチバチに劉邦と裁判やってるっていう宗教関与をやめろって言って自身で YouTube やってるんですけどねそう長男だったかな大川博さん、うん、早速なんかすごいインタビューの仕事が入ってきてるみたいですけども YouTube の方に動画が出てそのタイトルっていうのがさ、ね、まるであのペットが亡くなったかのように「あのー、大川劉邦は死にました」言うて。 ペットもね、重たい命ですけど「大川隆法は死にました」言うて動画が出てなんかもうちょっと言葉あるん違うかと思いながらもタイトルは「大川隆法が死にました」っていうねえなんかちょっとしたアニメのタイトルみたいな感じですよねええー、動画パッて見たらうん うんとか言ってさ、あの、龍鳳がね、うん、知りました、うんとか言って。で、あの、これからのことなんだけど、とか言って、めっちゃサバサバ喋っててさ。で、えらいサバサバやなと思って。まあなんか、前からは知ってたんですよ。その、大川龍鳳の息子が YouTuber をやってるっていうのを知ってたんだけど、見たことはなくて、そんなにしっかりちゃんと見たことはなかったんですけど、今回その、大川龍鳳さんが亡くなったっていうので、初めてその、息子の動画も見たんですけど、結構淡々と喋っててね、話も分かりやすくて。 うん、やっぱり地頭はいいのかなっていうところはあるし、まあ顔もなんとなく似てるしさ。で、結構兄弟も多いんですよね、何人も。4人か5人ぐらいおるんだっけそう。ほんで、短い動画だったんですよ。5あ1本の動画、5、6分の動画なんですけど、その5、6分の動画で早速、あの、遺産の話してて。で、遺産なんですけど、みたいな話してて。だから大川隆法のお奥さんそう。あのー、に、まず半分行くと。 半分行くと。で、残りの半分を5兄弟で分けるっていう形になるから、まあ1人10分の1になるんだよね、みたいな話してて。ほんで、なんか2番目と3番目とかはなんかちょっと消息不明だし、みたいな。韓国に行ってるやつもいるし、みたいな。だから、あの、そうやって、どこにいるかわかんない人がいると、えー、まあ1人当たり取り分は大きいですよね、みたいな。だから まず、あの、こうやって発表されたことによって、まあ僕の命が狙われるっていうリスクは少し軽くなったっていうふうに思ってるんですよね、とか言って。まあ要するに、あの、あんだけ幸福の科学をぶったたいてますから、そう、あの、親子で、あの、罰金の喧嘩みたいな親子で裁判してるんですよ。そう、大川隆法と大川博士って裁判やってるんですよ。何本も裁判やってるんですよね。で、えー、訴えられてるし、こうやり合ってるんですよ。だから今回大川隆法が亡くなったから、もう手打ちでいいって言ってるんですよ。息子はね。いや、もう隆法死んじゃったから、っつって。やる意味ない、っつって。 だから、まあ手打ちでいいんだけど、みたいな。僕としては手打ちでいいんだけど、みたいな。だけどまあその遺産の相続に関して、みたいな。僕なんか狙われるから、つって。怖危なかったんだけど、だけどまあこうやって報道されたから、まあ正式にやっぱ僕も遺産を相続する権利があるから、つって。でに、ニュースに出たってことは少し、あのー、リスクが下がったのかなって言ってたんですよ。要するに出ないと狙われる可能性あるじゃないですか。宗教、教団側、教団側から、あのー、狙われる可能性があるんで、ニュースに出てこないとね。だってそれはそうだよね。うん、あのー、 幸福の科学、大川隆法さんのお金をあの批判してる息子に金が流れていったら、だってお布施をつぎ込んでる信者かすればいい気分じゃないからね。だからニュース出たってことは少しリスクが落ちるかもしれないなんていうふうに言ってた。なるほどな、みたいなふうにあの聞いてたんですけど。まあだから、これからどん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 インタビュー増えるでしょうね。うん、増えるでしょうね、今回のことでね。ただその後継ぎとかはどうするんだろうね。うん、息子さんも言ってましたけど、やっぱり大川隆法自分で自分を死ぬとは思ってなかっただろうし。 ねえだって急に、まあ、結局何で亡くなったかは分かりませんけど自宅でパタって倒れてそのまま亡くなりましたからあのおそらく遺書もないだろうって言ってたんですよ、ね、息子もだから予期せぬ事態っていうところですからそうあの後目に関してはどうなるのかなというところではありますけどもねそのご兄弟の中からその,あの幸福の科学を継ぎたいっていう人はいないのかな 脳なんでしょうね。あの、5人も子供を産んでて、5人とも幸福の科学に脳を突きつけてるとしたら、大川隆法さん、あんた幸せだったんかって突っ込みたくなるよね。幸福の科学っていう、信仰宗教の頭をやっておきながら、5人も子供をいて、後継ぎがいないって、幸せだったんですかっていうね。福永方言じゃないけど、法の話じゃないけど、幸せですかーっていう、ね最高ですかーって、ね気になっちゃうやんと思うけどね。本当に幸せってあるのかなって。しかも66で死んどるっていう。 長女粛清されたって言ってて言もいいないんでしょだからねえ5人いながらも後継ぎいないってことだよねなんか韓国に行ってる人もいるし行方不明もいるしでまあ一応長男はユーチューバーやってるからまあ分かるけれどもっていうで長女は粛清されてるってことでしょ不思議だよなねえ幸福の科学トップでありながらも割かし若くして亡くなってるし まあ別に寿命っていうのはそれぞれだし別に長生きしたら全部幸せかって言ったらそうじゃないし早く死んだから幸せじゃないってことはないけどまあでも割かし早かったですよね66ってしかもいきなりっていうところで自身の体はどう思ってたのかなっていうところですけどもねうん信者も増えてないから潰れるって言ってたいやーでもあの大川隆法さんだから信心してたっていう信者の方もいらっしゃるだろうしこれでちょっと ババラバラになるる可能性はあよねだからあの違う宗教だけど創価学会もそうなんですけどまあ池田大作さんもすごいご高齢じゃないですかだからその後継ぎっていうところも結構ねまる派まる派っていうところに分かれててね内部分裂してますからね創価学会もねそう先生派とそうじゃない派みたいな感じでだからもしあの先生池田先生が亡くなると池田氏が亡くなると結構大変ですよその辺をまとめていくのはねツイッターで。 あの東京美容外科かわからんけどあの麻生先生っていうお医者さんの先生は創価学会の信者の人でねえあの生きてるみたいなこと言ってたような気がしましたけどツイッターで,でやっぱ入ってる人は生きてると思ってるよねうんでんで生きてると思いますかって言ったらあの死んでるっていう情報がないからっていうで確かないもんねニュースではね、うん、流せないよねあんだけ大きいとねうん激震ですからねそうやって考えると幸福の科学すぐに発表したっていうのはなんか おっていう感じだよ、ね、その一昨日い亡くなったのをあのー、今日発表したっていうところはね隠しておかしくないことなのにね息子さんもすぐにしてたんだけど、まあ、マスコミの発表があって、まあ、自身も発表したっていうことみたいですけどねまあでもどん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 ねそういうね信仰宗教ってののは信者の数減りますよなんでかっていうとそのいい意味でも悪い意味でもその若者ってすごく無関心でだから宗教とかももちろん無関心で。 あの興味がないんですよねだからなんで日曜日になると集会行くのみたいなねなんで集まんのとか面倒くさいみたいなそうだから、あのー、これから先どんどん減ると思うよどこの宗教もまあ創価学会もそうだし幸福の観光もそうだし顕彰会とかえー、いろんな光の場とかさいろんな宗教が日本にはたくさんありますけどもね面倒だし金ないし無理よな信者って宗教から目覚めた時に今まで信仰してた宗教に対してどう思ってんだろうな それはでもみんなが石川のりゆきとのりゆきラジオを見るのをやめた時と同じなんじゃないですかやっぱずっと好きだった配信をある日突然冷めて見るのをやめた時の感情と似てんじゃないのそれは代償はあるけどね。おあの大なり小なりっていうところはあるかもしれないけれども、まあ似てんじゃないですかずっと何年も何年も大好きだった配信者をある日突然プツンとなって見るのやめました。好きにな、好きじゃなくなりましたって。そん時の感情ですよ。どう思いますかって。 その配信者に時間使った。グッズ買うのにお金使った。お茶枠投げるのにお金使った。そう。そうやってずっと時間と金を使ってきて、でも嫌いになってしまった時にどう思うかっていう。だから俺いつも言ってんですよ。そう。あの、どんなに嫌いになっても、どんなに見るのやめようと思っても、なんか最後にかけるゼロだからゼロにしてしまっては、お互いいい思いしないじゃない。そう。嫌なことあっても楽しい思いもあったんだから、楽しい時もあったんだから、最後は楽しくフィニッシュした方がよくて、ね、あの、素直にスッと引きなさいって言ってんだよね。 うん。まあ、そこからなんだろうな。あのー、なんか、アンチに転生してさ、放送に居残ってもさ、お互いいい思いしないじゃん。でしょ ?OB になってさ、卒業したのにさ、ずっと残ってさ、ブー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 言っててもさ、なんかそれお互いいい思いしないし。で、あのー、そうやって、アンチ化したりとか、アンチに転生したりとか、去っていく人って、ね、自分がそうなったから、あの、今見てるリスさんにも伝えたがるんですよね。自分はこうなったから、みんな気をつけないよ、みたいな。 私も何年か前はそうやって君、今の君たちみたいに、すごい放送楽しんで、すごい見てたけど、結局は今冷めちゃってこうなったから、君たちだっていつか冷めるんだから、なんか見ない方がいいよとか、ね、君たちも私たちみたいな感じになるから、やめた方がいいよみたいなこと言うけど、なんか寂しいんだよ結局。自分だけがログアウトするのが寂しいんだよ。もうみんなで見るのやめたって言ったら仲間がいるから安心するし、あ、自分と同じ考えの人いるんだって思うじゃん。だけどみんなバラバラにいろんなタイミングで一人ずつ抜けていくじゃないですか。放送見るのやめるときって。だからそれ孤独になるんだよね。 だから自分だけがっていうのが嫌なんだよみんなそうであってほしいんだよだからあのー、怖いもんですよでも私はいつまでもやりますよろしくお願いします僕にとって配信は遊びじゃねえお疲れ様でした Thank you!